はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストしゅんです。今月号は桜を入れたアレンジメントを皆さんに紹介いたします。この桜というのはですね、日本を代表する枝物なんですけれども、とにかくたくさんの種類があります。今日紹介するのは慶応桜という桜です。この慶応桜とか東海桜、彼岸桜なんかはですね、割とこう枝に動きがなくて、何ですかね、枝自体をそのこの生け手が作っていかないと面白いアレンジメントにならない桜ですね。まあそれに引き換え、比べてですね、吉野桜とかね、陽光とか、そういう桜はですね、割とこの枝ぶりが面白くてですね、そのもう生けるとそのまま形になってしまうような桜ですね。では今日はね、この彼岸じゃなくて慶応桜ですね、慶応桜をどのようにしたらですね、こう素敵なアレンジメントに見せられるのか、まあ、要するにこう立ってるんですね、まっすぐな枝が多いんで、そのまっすぐな枝をどのようにしたら動きのあるような枝に見せられるのかっていうところがポイントになると思います。ではですね、早速制作に移っていきましょう。まず花材紹介からいきましょうか。どうぞ。はい、では花材紹介からいきます。はい、こちらが慶応桜ですね。今日のメイン花材になります。こちらがスカビオサのブルーです。はい、こちらがワスレナグサですね。はい、こちらがシースターになります。はい、こちらがラナンキュラスです。でこちらがユーカリになります。はい、こちらがアストランジャーですね。はい、こちらがエレンジウムです。はい、でこちらが最後にレザーリーフファンですね。はい、ではですね、これからアレンジメントを早速始めていきましょう。まず最初に桜を生けます。このように桜を生けていきますね。そして割と先ほど言ったこの慶応桜ですね、こうまっすぐな枝が多いんですね。でこれをまあ最初からね、こうまっすぐ立てるとなんかこう単調なアレンジになってしまいますけれども、これを少しこう斜めにね、このように斜めに刺すことによって、このまっすぐの唐突なまっすぐのね、この線を消すことができますね。そしてこの上にこういうですね、ラインをつけていくと、この斜めになったこれが入ってくることによって、枝が入ってくることによって、この唐突さが薄れていきます。そして、またこうこのように何ですかね、枝を選んでですね、配置していくことによって、本当にこうまっすぐだった枝がですね、少しこう変化をつけて見せることができるんですね。まあだからなんていうんですかね、こう桜の枝の中で、いろんなパーツが取れるんですけれども、そのパーツをですね、こう右に向いてるものは右、左に向いてるものは左、この辺りを、この慶応桜なんかは本当によく見て配置していくことによって、この単調なアレンジに仕上がってしまうことからこう避けることができるんですね。
ではね、どんどん入れていってみましょう。はい、こちらで桜が入れ終わりました。次にですね、ここのフォームの部分ですね、フォームの部分を少しレザーファンでファンデーションワークしていきます。こう切り分けたレザーファンでですね、ファンデーションワークをしていきます。この時にですね、こうレザーファンがあまりこう長くね、外に飛び出さないように気をつけてください。はい、こちらレザーファンのファンデーションワークが終わりました。はい、では次にですね、こちらのユーカリをアレンジに入れていきます。ユーカリは先にね、こういうふうに短く切り分けておくと刺しやすいですね。だいたいこの中がこうユーカリでね、埋まるぐらい入れていきましょう。ただあんまりね、こう単調に同じ高さで入れていくと見栄えが悪くなってしまうので、少しこうアップダウンをつけながら入れていきましょうね。はい、こちらでユーカリが入れ終わりました。はい、ではですね、次にこのラナンキュラスとですね、エレンジウムですね、をアレンジに入れていきましょう。はい、では次にですね、このワスレナグサとですね、アストランチアですね、こちらをアレンジに入れていきます。はい、ワスレナグサとですね、アストランジャーが入りました。はい、では次にこのスカビオサのブルーをアレンジに入れていきましょう。はい、こちらでスカビオサのブルーですね、が入れ終わりました。はい、これからこちらのアレンジにこのシースターを入れるんですけれども、このまんまね、こう一本で入れるわけではありません。これをね、分けて入れます。ではですね、このシースター、分ける前と分けた後の図をまず見てもらいましょう。はい、こちらが分ける前のシースターです。はい、こちらが切り分けた後のシースターですね。はい、では次にですね、今分けたんですね、シースターをこのアレンジメントに入れていきます。はい、こちらでシースターが入りました。こちらでですね、今月の桜を入れたアレンジメントは完成になります。はい、この桜を入れたアレンジメントいかがだったでしょうか。この桜の配置の仕方とかですね、あとはそれに伴うこの花材の配置の仕方なんかがポイントになってきますね。でこの動画の中では、このテクニックは使ってませんが、例えば枝を切った時にですね、切り口が目立つようでしたら、マジックでそこの部分を少し塗るなど、ちょっとしたその配慮によってですね、アレンジメントは数段上のものに仕上がっていきます。
そのように細かなこの配慮というのもね、桜のアレンジには必要なんではないかなと思います。ではですね、今月号のこの桜のアレンジメントをこれで終了したいと思います。そしてこのフラワー TV ではですね、皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしていただくか、スマートフォンの方は、下に、チャンネル登録というボタンがあると思いますので、そちらからチャンネル登録をお願いします。ではですね、また来月、お会いしましょう。 See you next time!